中の夢、プロの誇り、NPB。大島の後だとなおさら出たい。あれのはいいから。2018年 になりました。早くから神宮球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、こんにちは。スワローズスタジアム DJ パトリック・クイーンです。早くからどうもありがとうございます。そして僕の隣は東京ヤクルトスワローズマスコット、25年目のシーズン途中、ツーバックロー。そしてライトスタンド応援団の皆さん、コンディションいいですか。今日も力強い応援のリードよろしくお願いします。12時半一言も切れてさて、今日も12時にドラゴンズを迎えてのゲームとなります。ドラゴンズファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さんこんにちは。共に今日人生を送って試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。そして昨日に引き続きドラゴンズマスコット堂原先生にも来ていただきました。東京のね、ドラゴンズファンの皆さんもドアに会えるのを楽しみにしていましたから、応援にご礼してください。昨日はドア先生、つば九郎とどっかお食事に行ったんですか。何ですか、つば九郎、ちょっとズームしてもらえますか。昨日、勝利できなかったのでドアに、つば九郎がごちそうした。もうおもてなしをしっかりしたんですね。領収書は小川様でもらっています。いや、それ、はい、ということで今日はつば九郎がドアだからごちそうになれるようにしたいと思いますので、ね、よろしくお願いします、はい、さて今日はマイナビナイターでお届けしていきます。一塁側各ゲートにて先着、1500名様にオリジナルウェットティッシュをプレゼントさせていただきましたが、スワローズ側の皆さん受け取っていただきましたか。ぜひ使ってみてくださいね。そして後ほどマイナビサポーターの方には始球式も務めていただきます。今日はマイナビナイターで楽しんでいきましょう。さらに本日は、今日とですね、明日はですね、ベースボールフィールスと題しまして、メジャーリーグから素敵なゲストもお呼びしております。まずは皆さん、スーパーカラービジョンをチェック。4月20日、メジャーリーグフィラデルフィアフィリーズの試合、フィリーズのマスコット、ファナティックの40歳の誕生日。そのファナティックにチームからまさかのビッグサプライズ。そのサプライズとは、なんと日本行きのチケットがプレゼントされたんです。突然のサプライズにファナティックも大喜びです。そんなファナティックが今日と明日の2日間ここ神宮球場にやってきます。これによりスワクロー、ドアラ、そしてファナティックの日米人気マスコットによるドリームコラボレーションが実現。今日からのベースボールフィールスもさまざまな企画にも参加してもらいます。そして球場を大いに盛り上げてもらいます。それでは登場していただきたいと思いますが、スマクロ、僕からはどのように登場してくるんですかね。どこですか、空から、そんな感じは全くしませんけどもね、スマクロ、はい、どうしたんですか、スマクロ、フリップ見せてください。本当にフリップ見せてください。なんですか、今日からメジャーリーグのファナティックが来るんですが、はい、すいません、すいません、はい、今日から、はい、ファナティックが来るんですが、はい、はい、まだいないと、なのでこんなファナティックは嫌だと、いきなりですか、はい、成田の税関で捕まった。それは嫌ですね、はい、何ですか、成田に着いたら野球マニアに広島に案内された。まあ確かに作ってる会社は一緒ですからね。はい、昨夜前乗りして六本木で大暴れして麻布署に連れて行かれた。それは嫌ですね、神宮第二球場に行っている。
そんなファナティックは嫌ですね。おっとファナティックはどこだ。おっと何何これ第二球場じゃないですね。これ神宮球場ですよね。またつば九郎分かりにくい地図書きましたね。あれこれ神宮球場の記者ルームじゃないですか。ファナティック、あ、記者の方に神宮球場はどこかと、フィールドに出るのはどこかと聞いてもらってるみたいですね。あれちょっと誰か教えてくれておりますか。Benedict, where are you? Are you in the press room? Hey, come on into the field! このつば九郎を描いた分かりにくい地図ではもうちょっとこのフィールドに登場するのは難しいか。もうお手上げのファナティック、モヤがなんかショッキングしてる。拍手してる場合じゃないですよ。あ、矢沢さん、矢沢さんじゃないですか。おっと、もうすぐそこに見えてるんですけどもね、誰か出口に案内してあげてください。フィールドインの入り口、はい、ということでしっかりフィールドに登場してくれるものでしょうか。ファナティック大丈夫でしょうかね。はい、今登場してくれたらいいんですが、